はい、えー、それでは、えー、本日のリライズショートストーリーを始めたいと思います。えー、本日のリ、えー、ライズニュースのゲストは、スイッチ代表の、えー、小澤太子さんです。えー、では、小澤さん、はいえ、簡単に自己紹介をお願いします。はい。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いしますスイッチといって不登校の子どもと親の会、 で富山市で主にメインで活動している小沢太鼓といいます。うん、えっと、そうですね、息子が現在不登校中で、えっと、まあ、その息子を育てながら活動しています。うん、あとは、まあ、夫は普通に、普通に手が、うん、まあ、仕事もして、仕事もしながら、うん、っていう感じですかね。うん、で、この水、うん、もっともして、パートですけど。うん という感じでなので、まあ、不登校の現役の不登校の息子を育てながら、うん、えと自助団体ですよね、自分、うん、不登校の関係の人たち同士で助け合う団体を立ち上げて、あとは普通にも働いているという感じです。そこ、うんはい、が教育,教育現場になっています。うん ちなみに後でもちょっとお話があるかもしれないんですけど、はい、スイッチ自体は学校というよりは、はいえっと、自助団体っていうのは、要はお母さんたちと、例えば交代しながら子どもたちを見てたりとか、そういうイメージですか、自助団体っていう、なんか。ああ、そうですね、自分が、えー、とまずはなんか親の会とかやっているので、とにかくやっぱり。 登校の子を持つと孤独になるんですよねやっぱ普通の規定路線っていうかね一般の学校に通わない状態になるのでちょっとはみ出しとどうしていいかがわからなくなるっていうか自分の経験経験値の外に飛び出すんで子どもがなのですごいそれが不安になって孤独につながるっていうのでそれをやっぱ防ぎたいなと思って横のつながりがやっぱなかったので。 なななののででまず横のつががりをつながめて親同士なんですね、うん、で子供とはすぐにいてつながれないのでうん、うん、親とまずつながって親同士でまたす、うん、助け合うっていうか、えー、と励まし合うっていうんですかね励まし合ったり、うん、考え方をやっぱり価値観をちょっとずつ変えお互いに変えていったりしながらは子どももその中で一緒に成長していくというか親も子も一緒に成長していく団体っていう感じですかね。 なるほどだからそういう不登校なった子たちの教育をするというよりはお母さんたちのやっぱケアをするお、うん、互いをケアし合うっていうのがメインっていうイメージでそうですね。それとプラス、うん、子ども,も子供の多様な学び場を確保したいという思いもあるのでその活動もやっているんですけどれそれもなんていうんですかね えっと、家族同士でやるっていうか職員とかはそんな置かずにうん、うん、そうですね、えっと、各それぞれのお親と子が一緒に集まってうん、うん、その居場所を運営するっていうかまあまあ一緒にやるっていう感じですかね、えー、はいありがとうございますじゃあ早速ちょっと質問にいきますけどもじゃあスイッチがの、はい、まあ活動 はいにまあ、どんな、えー、夢ビジョンを今後ですね、持っていかれようとしているのかっていうところをまず伺いたいと思いますやっぱり、不登校ってまだまだネガティブなイメージがすごい強い分野なんですよねそうですね。 まだまだだそうネガティブ、うん、だからやっぱりそのネガティブを取るにはどうしたらいいかってずっと、うん、まあ考えているんですけれど、うん、なので自分もやっぱり常に息子が不登校になってからオープンにしてきたんですねずっとオープンにオープンにしてきてやっぱ隠すからネガティブのサイクルにこう、うん、負のスパイラルに入ってしまうんじゃないかと思って、うん、まあオープンにオープンにしてきているんですけどもそういう子もいるよっていうことを。 まあ、当たり前に受け入れてくれる世の中っていうかその学校の学びに合わない子とかは必ずいるのでそういう子たちでもなんか別の場所でもうん、うん、学校外でも学べる学べ、うん、る場所安心して過ごせる場所がうん、うん、あって、うん、それを子供がそれに対して,なんて,んですかってえっ、ー、となんですかね、うん、っとな,なんて言えば日本語はちょっと今忘れちゃったんですけどあの うんネガティブに思わなくていいっていうかなんていうか選択できるとかうんそうですねうんあとそうそう選ぶことに対して後ろめたさを持たなくてもよくてでうんでここ胸張って別の場所を選択できるでその選択肢が増え まあ少ないからやっぱり選ぶのにも躊躇すしたりすることもあるのでうん、うん、まそういうところが世の中に増えてうん、うん、選択することが、まあ、学校外も選択しても当たり前っていうかいいよっていう世の中が浸透することを目指しているというかそういうことを、はい、願っているという,かうん、うん、感じですかね。あありがとうございいますいやなんかあの これっってちょっとかあのあの別の話なけど障害を持ってる人たちの就労支援とかも本当そうだなと思って、はいうん、日本ってなんか働く場所さえあればいい,、うん、いいじゃんとかいう形でなんか思ってるけど、うん、アメリカとか行くと何をしたいのっていうところから当たり前の話始まるんですよね。だから教育もどんな教育を受けたいのから本当は始めてもいいはずで、うん、なんか、うんうん、当てはまってるところに行くのが当たり前ではない。 はずなので、そういう時代に今、なんていうのかな、ちょっと来てるっていう感じそうですね。だいぶ来てる感じです。まあ、来てるけど、でもまだまだまだですね。対応がね、そうそう、なかなかね、形が見えないから、それで親もそうなんですよね。やっぱ教育ってね、その次、すぐにって、成果は出ないので。 そその点でやっぱ不安にははなりますよねそうねういじゃあですね、はい、その、まあ、そういうあるべきこう夢ビジョンというか選ばれる、えー、選べるそういう体制に向かっていろんな要素があるんですけど s w i f の団体として、ね、まあどんな計画とか目標を、はい、まあ今の段階で持たれてるのかっていうのが、うん、小沢さん自身でも結構ですしはい。 教えてやっぱりその選択できる居場所の一つとしてこのスイッチにがそういう場所になればいいなと思ってずっと活動を続けてはいるんですけどもそうですねなので何ていうかそんな何か特別なすごい目標があるわけではないんですけどんていうか例えばそうですねあの えとなんだ義務教育の間って絶対学校に所属するんですよね。しなくちゃならないっていうかさせてもらえるっていうかうん、うん、その出た後ですよね、うん、高校1 5六6歳ぐらいからはもうあの好きな学びたい子は高校とか行って学んでくださいみたいなっていう感じになるんですけどうん、うん、まあまあそうじゃない子ね選択をしたりする子もいるのでこのスイッチっていう場所に所属するっていうことでうん、うん、何らかのその子のその こうだったりそのご家族の自己肯定感を下げないっていうか、うん、そういった居場所になればいいなというもので,いいで少しずつまあ今週に1回しかやってないんですけど、うん、まあそれが増やせるかどうかっていうのはやっぱり自分の息子も今まだね今中3で今後、うん、高校を選択していく時期なので、うん、ちょっとどうやって継続していくかっていうところが課題でもあるんですけど。 まあえー、と不登校の子たちは減らないので増えてる一方なのでそういった面でやっぱ、うん、親も子も安心できる所属先っていうのに,な,になれたらいいなというふうにはずっと思って活動しています確かに不登校っていうわけかけカテゴリーではなくなんか不登校になりそうな子ももちろん逆にまあ悪いわけじゃないけど、はい、そういういろいろこの教育合ってないかなみたいな、うん。 グレー系のね、うん、子供たちが面白いい。ああ、そうですよね。そういう意味では、はい、なんかそういう場所、めっちゃ大事だし、うん、親としてね。なんか、あんまり分け、ねうん、分けれないっていう感じも、すごいニーズがあるというか。うん、求められてるなあ。う,うん。はい。確かに、本当に学校に行きながら。 えっと、いや羽を休めにスイッチに来るっていうお子,お子さんもやっぱおられるのでそういう使い方も全然してもらっていいと思います。うんうん、何でもありっていうかその子のやっぱりき気分次第っていうかいろんなを食べるようにないいなっていうふうには思います、ね。はい、うんうん、あ,ありがとうございます。うん 行く今日はだからスイッチに行くとか、うんうん。明日は違うかとは思いますね。うんうんうん。はい。はいありがとうございます。えー、それでは次のえっ、ー、と、はい、質問がじゃあそのまあ、計画っていうかそういうちょっとあり方になってくると思うんですけど、はい、日々今どのようなまあ、週一回の活動としてはい、はい、どのようなことをされてるのかということを伺いできればと思います。うん、あそうですね。うん。週一回ってまずうちの段 場合は、えっと、4本柱でやってるんですけど、はい、まずは親,親の会ですね、保護者の会。はい、で、うん、次が、えっと、不登校考える会っていって、うん、まあそれはもう本当に興味が、不登校に興味がある人たちが集まって何かをするっていうのと、うん、あとは居場所ですよね、この週1でやってる居場所。うん、で、もう1個が多様な学びっ,っ、うん、子どもたちにいろんな体験をしてもらうっていう、この4本の柱で活動をしています。はいはい、その中で今居場所は週1回 なんですけど、うん、やっているという感じで、うん、まあ本当にその一場所はもう特に本当にあえてルールを作らないルールにしているっていうか、えー、感じですね。うん、なので本当に子どもが主体的にしたやりたいことをやりに来る。だからもう本当に学校行きながら疲れたら休みに来るって言ったらもう本当にただひたすら休む子もいますし、うんうん、何もしないのもあり、うん、だし何かしたいことがあれば。 ゲームしてるな、うん、何でもいいんですよね、うん、その子がその子らしく過ごせる時間場所を提供したいっていう感じですかね。ええ、うん。曜日が決まってるんですか、はい、毎週何曜日ああそうですね毎週木曜日ですね、はい。なんか安心できますねすそう言われる場所があるって思うだけでもなんか。 これを聞いてそう思っていただけたらなんか家の中でもお父さんの考え方とお母さんの考え方違ったりすると思うしんか子供の立場から言えば別に家庭の中が安心できるっていうとそういうわけじゃないっていうか今ね澤さんがおっしゃったようなふうに家庭の中が自分を受け入れてくれたら家の中も安心安全な感じはするけど。 やっぱり家の中にもルールがあったり、ね、子供に求めてくるものがどうしてもあると息苦しいし第三のスペースとして、まあ、子供にも人格があって、はい、あると。

対応するっていう形ってやっぱりね息子が不登校にならなかったら、うん、な,なってない時はそう、うん、じゃなかったんでやっぱりあ今はやっぱりだって尊重して、うん、その子の、うん、何が一番ベストなのかっていう常に考えられたらいいなというふうに思ってはいますけどあはいありがとうございますじゃあ次ですね、はい、えっとまあきっかけまあまあお話ししていただいてると思いますけどまあ母さんなるかもしれないけど、はい、この夢ビジョン スイッチ作ることのきっかけそしたらどういうはの、いはい、があったのかもお聞かせください、はい、もう、ね、まさにうちの息子が、うん、小学校1年生の3学生突然うん、うん。 はい、どこになっているので、今中三なので、本当義務教育期間この約九年間は学校に行っていないっていう息子を育ててるんですけど、やっぱりね突然学校に行かなくなって、すごい困ったんですよね。私のそう仕事にも行けなくなるこの子学校もうだから最初本当にもうやっちゃいけない親をやってたので無理やり学校に連れていくなな自分が仕事に行くために連れて みた泣き叫ぶのに連れてってるんですけど連れてたんですけどそういうのを繰り返してたんですけどやっぱ息子が食べれなくなってこれはあかんって思ってちょっと方向転換して少しずつ公的な場所とかフリースクール民間とかもいろいろと行って回って勉強したりもしたんですけど。息子にうところが 残念ながら富山には見つけられなくて。えー、で、それだったら、じゃあ息子に会う居場所を作ろうかなという,う思いで、まあ、よくなんかすごく今言っているね、働いている職場のやっぱ尊敬してた上司がいて、その方に、うん、まあ仕事の関係で困ってたときに、お前、うん、ほまあ、本当に困ってんのかって言われたことがあって。 っているんだったら、困ってる人が声を上げないと何も変わらないよって言われたんですよ。うん、待ってるだけじゃ、誰も何もしてくれない,はい、はい、っていうことだったんですよ。はいはい、だから、えーうん、本当にそれで困ってるんだったら、ちゃんと困ってるっていうことを言いなさいっていうふうに言われたと。ま、うん、それがすごい強烈的に思い出して、あ、えーうん、もう、じゃあ困ってる自分、本当に行くとこない自分が立ち上がろうかなっていう。 すごいアドバイスしてくれましたね、その方が。すごいねそうなんですよ、すごい尊敬できる方で、結構厳しいこともいろいろ言われたんですけど、それは私を思ってのことなんで、でも全て納得できるっていうか、そうだなっていう、そうなんです。なので、ないならやろうっていう感じでやったっていう、たくさんの方にご協力いただきながら、 立ち上がったったていう感じですなるほどなんかこれが次の最後の質問になってくるんですけど、はい、ないならやろうってやっぱなかなか言えないで、思っそういうアドバイスもらってもなんか言えないと思うしそんな中でその小沢さんにまあどんな背景があったからそれをこうやろうって思えたのかっていうところを最後の質問でちょっと伺いたくてやっぱり。 ね、やっぱりこう,、ねうん、そう受け取れるかどうかって結構ね下地があるというかだと思った時に <laughs> どんな下地が <laughs> あ,、ね、そうあったから<ー>、うん、よしやろうって思えたのかみたいなのって、はい、ちょっとイメージがあればありがとうございます。やっぱり言われるんですよねみんなそれは分かるけど、うん、そんな立ち上げることなんかできないよって言われて。うんうんうん 私はななんでかなっていう,うん、うん、困ってたらやればいいだけじゃないっていうふうにも思ってたんですけどそれはやっぱなんでなのかなっていうふうにずっと考えることもやっぱ考えてるんですけどま、うん、だにあんまりわからないまあ答えはない,ないじゃないんですけどでも、うん、やっぱ自分自身がやっぱ幼少期の頃からいろんな経験をしているっていうのがあってうん、うん、それがやっぱり。 経験値になってるっててる、えー、原動力原動力になってるっていうか、えー、だからいろんなこともなんかすんなり受け入れれるっていうか、まあ、世の中いろんな人いるよねっていうか、えー、そういうこともあるよねっていうか、えー、例えば私はまあシングルで育ってるんですけど、えー、大頃に、うんまあ、父親が フレーチ出てってるんですけども <laughs> そういうので,、うん、で母親がすごいで洋服とかも入ってないので母親がすごい朝晩働いてる中で自分と姉で2人でずっと孤独、ね、朝夜とかも母がいない状態で過ごしているっていう幼少期がある,、うん、あるので、うんうん、やっぱりそのシングルで育って、まあ、寂しい時に親にすがれないっていう気持ちとか、うん、まあそういうのとかがやっぱり。 あってそういう経験をしているのでうん、うん、やっぱそういう子どもたちの気持ちだったり子ども側の気持ちがわかるっていうかっていうのがさあるのかなとか、ね、そうですねやっぱ寂しい<ー>やっぱり寂しい思いはしてきてるのでそうですよねでこううんやっぱそういうのがあるからもともとあるっていうか、うんうん、だしまあその頃からもやっぱり、うん、やっぱりなんか な不安がすごい多い多人だったんですよ、ね、やっぱり夜とかもう大人のいない家で過ごしてるんで不安をどう解消していいかがわからないまま過ごしてきてるんでうん、うん、やはりそういった面で心、ね、療内科系のところに通うことにもなるんですけどそういうのもやっぱり小さい頃のそういうものがやっぱあって閉鎖病棟とかにも入院もすることもあったりして。 大人になってからですけどそういうやっぱりベースがあるからそういう経験もするっていうかしやすくなってしまうっていうかそこらへんのこともわかるし貧困層のこともわかるしでも私自身がこうやって今やれてるのはやっぱり学校に行ったからなんですようちの兄と違うところっていうのは兄は中卒なんですよ。私は 大学までで行って,ってやっぱ高校の方高校っていうかところからの先生まあ先生に恵まれたんですよね本当に中学校とかもう高校の間とかもやっぱりその出会いがすごい私を作ってきているっていうかそうですねその違いがあるのでそ,そうですねだそういう学校に行かない息子っていうのを、うん、まあ、うん、受け入れ れないわけではなくて、そういういろんな経験があるよねっていうのはあるっていうか。なるほど。ね、なんかやっぱちっちゃい時のその経験によって、多分家庭の中での役割分担とかも緊急にやらなきゃいけなかっただろうし、うん、あ、そうです。ちっちゃい頃からもういろんなことさせられますね。<laughs> お姉ちゃんと協力、まあ家族三人で協力しながら。 やっぱ切り盛りしていかなきゃいけないっていう状況があってやっぱり役割役割を持ってやっぱりこうね生活自体もされてきてるっていうのがあるからやっぱ今回のニーズは自分の家庭だけの話ではなくやっぱり多くのっていうふうに思った時にやっぱりそれこそ小沢さんのスイッチが入ってなんかよしやろうみたいな感じになったそうなんですかねそうですよね。 ななんかか一言ではいいってうやっぱり不登校になって貧困になるご家族ね自分だって仕事辞めてるのでやっぱり収入が減るとかなってそういうのをやっぱ味わってやっぱ貧困になるしかもね自分シングルだってじゃあシングルの人が子供不登校になったらどうなるんだろうとか容易に想像はつくどういう生活になるのかとかっていうのは容易に想像がつくのでそういうのをねやっぱり。 どこかで、こうなんか、まあねざるのようなあ、洗い目なんですけど、最終的にこう救える、うん、てか最終的にとどめれる場所になれればいいなっていうか、なんですよね、まあ、制度の狭間もあると思うんですけど、うんうん、まだまだ不登校の領域は制度が入ってないので。うんま、そうですよねす制度作りのきっかけにしなきゃいけないっていう感じやね、うん、声を集めて <laughs>、ちゃんとこう伝えて。 その役割も少しずつそうになっていかないといけないかなっていうふうに当事者として声をやっぱり上げていくっていうそうですねなかなか声を上げないからね日本人はそれをなんか自罰にしちゃって自己否定しちゃってそうですね私も実は活動していて実践しとればいいやろっていう思いはありましただから声を上げるのにやっぱ時間かかりましたね声はうん 声を上げるっていうか、まずはとにかく実践あるのみっていうか、して、やっぱ結果を出すっていうか、その後に、今やっと少しずつ声を上げるっていうか、でも積極的に上げる、やっぱ上げない、日本人気質なんで上げてはいないです。上げなきゃねってのは、文句を言うというより、やっぱ社会を作るっていう。 別に学校今の学校教育とかに別に文句を言いたいわけではなくて全然そうじゃなくていろんな人いていいからやっぱりそれに合う場所だったり教育の方法をどんどん提供していくっていう世の中システム制度が出来上がればいいなっていうふうに今の学校合う子もやっぱりいるのでそれを否定するわけにはいかないっていうもちろんそこは合わない子には税金をそっちに使ってほしいっていう感じですよねだから。 うん、そうですね、平等にそう,そうですよね。よね学校今の、ね、既存の学校だけじゃなくて、そうそう違うところにもやっぱり。山は少し、ね、今、精度が変わって、やっぱ声を上げたので精度が変わってきているので、声を上げるのは大事だなっていうのを今、本当に実感している最中なんですけど。うんうん、なるほど、はい。ありがとうございます。じゃあ、最後に、はいえー、この視聴者の方。はい もうおそらく小沢さんの活動されていることに共感されたりする方もいらっしゃると思うので、うん、はい、メッセージを一言いただいてインタビューをやっていきたいと思います。で、はい、は、じゃあ小沢さん一言、ね、はい、お願いします。はい、もう <laughs> えそうですね。わからないですけど、どういった人に言えばいいのかな？って、うん、まあ、興味ある人。<laughs> あと,と同じ当事者だったりする時もあると思うんですけども。も、ねうんうん、まあやっぱり私は一ね。不登校の子供を実際に育てている。親として、あとそういう団体をしている人。うん として声をかけるとなると、そういう人たちに向かって声を上げたいなと思う。伝えたいなってことはもう。あなた。子供はもうあなたはあなたのままでいいよ。っていうことを本当に伝えたいですね。学校に行けないからとかっていうことで、そのあなたが悪いわけではないし、あなたは自身を否定する必要もないし、ご家族もご家族を否定する必要はないうんですよね。なので、本当にあなたはあなたのままで胸張って言ってほしいなっていうで、そういう。 胸張れる世の中になってほしい、世の中にもなってほしいっていうふうに、本当ひたすらずっと同じことしか言ってないんですけど、はい、こんな感じですが、大丈夫でしょうか？大丈夫です、はい、では、はい、ありがとうございます。じゃあ本日のゲストは、い、スイッチ代表の小座太子さんでした。小座さん、ありがとうございました。小座子さん、ありがとうございました。